宝塚大劇場プロセニアムシアター高月、セレクトシネマ武器屋町、市村座を描いた奥村正信の芝居深い泳ぎ第一い体育館観客席は、スポーツ施設、劇場、コンサート会場、イベント会場などにおける観客のための座席。観覧席。観客席は、前の観客と頭の位置が重ならないように一列ごと交互に半座席ずらして配置されていたり、 また、後方の観客も見やすいよう、階段状になっている場合も少なくない。競技場や野球場などの大型の設備は、スタンドとも呼ばれる。中世フランスには、ラケットスポーツの原型といわれる、ジュディポームがあり、裁判も行われた、修道院の中庭で試合が盛んに行われた。修道院の2階の回廊には、スポーツや裁判を見るため、人々が集まったが、そこには、 絵画や彫刻等の美術品が飾られておりギャラリーの語源となった。なお、観客席とは呼ばないものの、ある対象に注目する人たちのための座席として、教会堂の座席や裁判所の傍聴席などがある。大学の行動や大教室も公演、演奏会の会場として用いられることがある。ペアシート、車椅子席及び、海添い席などを用意している施設もある。 歌舞伎には、佐治木席などがある。平成中村座では、桜席、お大人席などがある。大相撲には、一席のほか末席、土俵下のため席がある。日本の公営競技において設置される有料席に特別観覧席がある。主に大きなガラス張りになっている。バレーボールの日本における国際大会では、 同会場で複数の試合を実施する場合が多いが、日本戦を除いた試合限定のチケットが販売されることもある。スポーツライブともに、チケット販売状況によっては、上の方の木座橋の席などを閉鎖することがある。限られた人が対象となる特殊なものとして、機品席、記者席などがある。横浜スタジアムの観客席の最大傾斜角は30度。 横浜公園の中に建てられ、都市公園法の関係で、憲兵率に限りがあり、急勾配にせざるを得なかったという。また、神宮球場は、内野席の前方が約13度で、後方は約28度という。逆に意図的に、サッカーやラグビーなど、休憩者を臨場感の売りにする方向もある。大田区総合体育館の設計に携わった、野瀬修二は、 すり鉢状の観客席がコート際まで迫る NBA のようなスタイルが理想だったが日本では法的な制約でそこまで休憩者にはできなかったと語る国際パラリンピック委員会はプロスポーツ会場における車椅子席の割合を0.5%と定めている IPC は五輪においては0.75%以上パラリンピックは1から1.2%以上としているという 情報もある。2015年7月の NHK の調査では、プロ野球と J リーグの30のスタジアムのうち0.5%以上という基準を満たしているのは、まずラズーム、ズームスタジアム広島、東京スタジアム、トヨタスタジアム、仙台スタジアムの4つのみだった。7月17日、国土交通省も車椅子席を全体の0.5%に設置するガイドラインを示した。 スタジアム以外にも、劇場、映画館、集会場なども対象で、通路の幅や展開スペースなどの指針も盛り込まれたが、全て法的拘束力はないという。2020年東京オリンピック関連施設については、全体の0.75%以上とする指針案を、国、東京都、五輪組織委員会などが検討しているという。ウェンブリースタジアム大きな国際大会では、 規定条件が決められていることがある。サッカーの FIFA ワールドカップでは2002年大会の招致では4万人以上収容の観客席の2、3が屋根で覆われることが求められた。2010年の時点では決勝戦の会場は8万人以上収容とより厳しくなった。ラグビーワールドカップ2019でも開幕戦、決勝戦は6万人以上の収容が求められたという。 ヨーロッパやフィファなどの競技場設計では、観客席からの視界のクオリティ評価として C バリューという値がある。C イコール N、DT、R ピッチの周囲を陸上競技用トラックで囲まれたサッカースタジアムでは、観客席からの距離が遠くなり、スタンドの傾斜もサッカー専用スタジアムと比較して浅くなる傾向にある。臨場感が減る短所を補うため、 可動式の観客席を設置して対応するることがある東京ドームの注意書きライブの会場では、ステージが一部見えづらい席、例えばステージ両端の席をサイドシート席として販売することがある。S 席に位置しながら、機材などの関係で見えづらかったり聞き取りにくい席を、含め、見切れ体幹席、見切れ席などと呼ばれることもある。年の a k b のコンサートでは、 四角席とステージ真裏で一切見えない音席が販売された。観客の転落防止のため、二階席の最前列などが立ち見禁止となる場合もある。また、着席専用席がファミリーシートなどの名称で一部に設置されることもある。機材、演出の都合上による着席指定席も存在する。日本では野球場や体育館などにおいて、 臨時に特設された席をアリーナ席と呼ぶ。もともとは古代ローマのアンフィタートルムにあった闘技場のこと。その一つであるコロッセオでは観客席が身分によって分けられていたという。ありがとうございます。